instagram はクリエイターの活動を支援するためのサブスクリプションを日本でも始めました。instagram を運営するメタは25日、クリエイターがフォロワーのサポートを通じて、毎月一定の収益を上げることができる機能サブスクリプションを日本でも利用できるようになったと発表しました。 インスタグラムのサブスクリプションはクリエイターが設定した月額料金をフォロワーが支払うことで毎月の収入を継続的に得られるということです登録したフォロワーは限定のコンテンツを見ることができるほかコメントした投稿やメッセージの横に紫色のバッジが表示されます去年11月からアメリカのクリエイターを対象に始められましたが 今後、日本やオーストラリアなど10カ国での提供を進めた後、全世界に向けて展開を拡大する予定です。SNS におけるサブスクリプションは4月にツイッターでも導入されていて、クリエイターを支援する動きが広がっています。